運命の形ってそれぞれなんだろう。難しくもなくでもなくて、あなたと作るもの。運命の出会いってそれぞれなんだろう。遅すぎても早くもなくて、あなたと出会えた時、この先不幸があっても誰かが敵になっても、あなたがいてくれる限り、それも運命と